なんだ君か。そうならそうとノックする前に言えよ。一本損したじゃないか。謝ることはないよ。職員室の喫煙コーナーのみで喫煙すべしってきついお達しなんでね。愛煙家には肩身の狭いご時世だ。仕方ないよ。になってからだよ。それがどうかしたかい？女がタバコを吸おうが吸うまいが、そんなことは勉学と運動と文化活動に先進すべき成功性には関係ないのではないかね。まあお堅いことを言うつもりはないがね。じゃあ逆に聞くが、君は何のために高等部に進学したんだ？やっぱりただなんとなくか。一番多い答えなんだな、これが。いかんね、近頃の若い者は。って言っても、私だって君たちの頃はそんなもんだったらね。教養を身につける？アクセサリーじゃあるまいし、教養なんて身につけて飾り立てるものじゃない。むしろ飾り立てているものがなくなってもそこに残るのが教養だ。私は授業で教養なんて与えちゃいない。知識を伝達しているだけだよ。君がさっき言ってた身につけるってのが知識だ。教養ってやつはその身につけた知識やら経験やらをもとに各人が内部で熟成し作り出すものだろうな。そこは微妙だが、ま、これは私の主観だ。押し付けは嫌いだし、あとは自分で考えてみることだな。何か用でもあったのかい？うん、でもね、
安心しろっていうのが医者のコメントだ。今は信じるしかないな。昨日の放課後、教室で倒れていたというのはホームルームで話しただろう。それ以上のことは私も聞かされていない。そんなに心配なのかい？そうだね、私も心配だが、今は回復を待つしかないだろう。担任思いもいいが、必要以上に心配しない方がいいよ。
から。それくらいかな。色が珍しいってすごいことだよ。そんなことないよ。麻生さんの記事みたいなの。あゆの好きよ。私ね、学内新聞のファンなの。いろいろ言う人はいるけど。だから、神岡くんも頑張って。用事じゃないから、ちょっと聞きたいことがあっただけなんだ。ごめんなさい神岡くん。ほら鼓、神岡くんが迷惑してるでしょ。邪魔しちゃ悪いよ。行き詰まったのなら U ターンしてみたら。鼓、ほら行こうよ。去年の同級生のことで気になったことがあって、ちょっと聞こうと思ったんだけどね。進むくん、2の A の星原さんって知ってる？そう、だったら仕方ないよね。ところで進くん、さっき私たちが部屋に入った時、
ペンダントみたいなものを隠したでしょう。それ、見せてちょうだい。七角形だったでしょ？え？進むくん知らないの？清涼学園に伝わる伝説の七角ペンダント。伝えられているっていう例の覚えてないの？1年前の事件ちずみ、その話はなんでよ、アキちゃんだってあの時。私のは事件と関係なかったじゃない。でも、アキちゃんも被害者だったという可能性は否定されたわけじゃないでしょ。だから、その話はもういいって。困っているよ。え？完璧に忘れてるの？やれやれ、能天気と言いますか、なんと言いますか。無理ないよ。神岡くんはあの事件には何の関係もないんだし、覚えてる人の方が少ないよ、今となっては。そういうもんかな。昔からある清涼学園の七不思議の一つに、主を求めてさまようペンダントっていうのがあるんだ。未来を映し、その所有者の運命を告げるっていう。普通、学校に伝承される七不思議っていうと、災難が訪れるものと異世界を垣間見るものに分けられるんだ。だけど、このペンダントはその両者の混合パターンなんだよね。鼓ってこういうことは詳しいの。Thank you.
味はあるんだけど、前みたいなことが起きたら嫌だもんね。さっきも話したでしょ、1年前の事件。あの時犯人を操っていたのはこのペンダントだって噂があるのよ。はやめようよ、つづみ。もう、なんでそこまでやがるかな、この子は。ごめんね。だけど本当に嫌なの。まあいいわ。他ならぬアキちゃんの頼みだし。そこまで言うなら、この話はこれでおしまい。けど、それはするとして。やっぱりこれは君が持ってた方がいいよ。何が起こるか観察してみたいし。まあ、噂はあくまで噂だし、何かあったら相談になるからね。の影響を受けても大したことはなさそうだし。つづみ、言い過ぎだよ。そっかな。さーて、それじゃあ他のところを探してみますか。だな、さっきも言ったじゃない、麻生さんのこと。じゃあ進くん、そういうことで。あ、待ってよ、つづみ。相談があるんだけど、今いいかな？写真の焼き増しがうまくいかないの。手伝って！ね、お願い！
ちょっと急ぎなの。ね、お願い。